はい、皆さんこんばんにゃ、今回はね、私今ね、ライブをしながらこの動画を撮っているんですが、このね、アバターちゃん、これはね、今日のライブでも喋ってね、ちょっと反応があったんで改めて説明するとね、私はこのアバターちゃんはね、人間になりたい猫っていうことでね、人間ごっこをしてる猫っていう、そういう変わった遊び方をなんか思いついたんでね、ずっとやってきたんですね。で、ある時はレルナになりきってレルニャだったり、またある時はユエリアになりきってユエリニャだったりして、ユエリニャだったかな、忘れちゃったけど、そういう感じでね、要はその人間になりたい人間ごっこ、人間のコスプレをしている猫っていう、まあアバターの位置づけで、ね、まあ10ヶ月ぐらい遊んできたんですね。で、先日ね、チョコハクちゃんが撮れたよってことで、今はね、ハクニャンという名前になってますね。で、本当はね、これ細かいんだけどね、ハクニャン、レルニャだったからハクニャンにしようと思ったんだけどね、これ日本語でね、ハクな、はい、吐いてはいけませんっていうニュアンスになっちゃうんで、ハクニャンはあんまり良くないなと思って、で、ハクニャンでもまだちょっと、ハクなっていう言葉になんかこう連想されちゃうところがあるなと思ったんで、ハク、顔文字にゃんっていう風にしてね、ちょっと吐いてはいけませんの、吐くなの意味にならないようにね、まあ何気にね、見る人が見たらね、その強さを至上命題としてる人からすれば、何にこだわってんだあんたっていう話なんだけど、やっぱね、ゲームの遊び方っていうのは本当にね、人それぞれだと思うんでね、私はそういう遊び方をしているということでね、さっきなんかライブで喋ったらね、すごい反応してくださる方がいたんで、すごい嬉しかったですね。そう、いいねって言ってもらったんでね、そういうのはすごくね、ライブ、今ね、皆さんご覧になってるっていうのは、これ動画でね、あらかじめ撮ったものを、まあ、公開設定して皆さんが見るということで、まあ、時差があるわけですよね。で、一方でね、ライブっていうのはね、その場でね、私が何かをやって、それに対してダイレクトにね、リアルタイムで返事が来て、またさらにね、そこにね、他の方だったり、私がさらに返事をしていくっていうね、この、リアルタイムの楽しさっていうのはね、まあ、FLO の中でね、何かこう、戦ったりするのも、ネット上でみんながつながって、何かね、クエストをやるとかっていう楽しさなんだけど、この、どうしてもね、FLO の中だけだとね、基本的に文字を介したコミュニケーションだけしかできないということあるんだけど、その辺がね、YouTube ライブっていうのはね、音声だったり、あとね、生飯さんによってはね、顔出し、されてる方とかもいるようでございましてね、私なんかはね、ちょっとチキン野郎なんでね、顔出しはしてないんですがね、イケボでも美少女でも何でもない、微妙な声出し配信をしてるわけなんですがね、まあ、それはちょっと余談だったんだけど、今日のテーマがね、このアバターちゃんがね、ずっと人間になることを夢見て、日々、ファンタジーライフを送っている猫が、かなりね、今回、マーケットっていうのが実装されたことで、私はね、このゲームをやりだして10ヶ月ぐらいなので、やっぱ持ってないアイテムっていうのは相当あるんですね。で、中にはね、時にはね、雪だるまなんかは、その親切な人がどうしても、基本他の人に頼むってのは悪いし、なんか負い目に感じちゃうんであんまりしないんですよ。もう諦めちゃうんだけど、その雪だるまに限ってはね、もうどうしても可愛かったんで、その時ね、仲良くしてくださってた方にね、ちょっと甘えちゃってね、雪だるまなんとかなりませんかにゃっていう風に言ったら、ちょっと作ってもらったんですよね。うん、で、雪だるまは今もね、すごくお気に入りで、この白になりきるっていうのがなければ、私は2番目のお気に入りとしてね、雪だるまセットっていうのはね、もう本当に、すごくこのゲームの世界観になってていいななんてことも思うわけなんですがね。はい。じゃあね、いよいよ今日の動画の本題ということでね、これどうですか見ていただいて。左側にね、アバターがいて、その隣がね、先日撮ったチョコハクちゃんということなんだけどね、ついさっきまではね、これで合ってるよね。ついさっきまではね、マギアローゼでしたっけ。あれが一番ね、なんかハクに近いかなと思って、つけてたんですよね。今ちょっとお見せしましょうか。で、私さっきも言ったんだけど、やっぱマーケット機能がないと、その私がこのゲームをやり出す前に限定配布されたものってのは手に入れようがないですよ。で、こういう感じでね、吐く我こそは吐くなりっていう感じでやったんだけど、ちょっと違うんですよね、やっぱね。うん、これだとね、吐くは明らかになんか大正ロマン風のね、ちょっと和風のような、ちょこっと今見ましょうか、和洋折衷的な、まあ、対象チックな服装ですよね。それを今出しますけど、
吐く。動画の録画時間との戦いもあるんで、そうちょっとねこれ大正ロマンな感じですよね。そうあのリボンがついてて、でもあのあそこあの何なんだっけあれなんかファミレスでありますよね。なんでしたっけ、馬車道だったかな。そういう感じをもね想像させるようなね、なんか大正ロマン的なね感じなんだけど、さっきねお見せしたそのうちのアバター猫はね、このハクニャンちゃんはね、以前のね、衣装だとね、ちょっと違う。明らかにこれもう洋風っていうかアイドルコスチュームみたいな感じなんで、ちょっと違うなって。で、あと色は確かに似てていいんだけど、同じ同色になっちゃうんで、被っちゃってあんまりよろしくない。で、あと、さらに言うとね、その頭の部分の色が青系統、緑系統なのに、衣装だけね、コスチュームだけが、コスチュームっていうか、その体の部分だけが真ピンクっていうのはちょっと違和感があったんです。そんな中にあってね、今回結構、なんか衝動買い的にね、私、コインも全然今5000万ぐらいしかないんだけど、1着100万ぐらいだと、もうボンボン衝動買いしちゃって、もう楽しいからいいやと思って買っちゃったんですけどね。こっちの方はね、あれなんですよ。要はね、吐くと際立つんだよね。なんかこう戦隊ものみたいな感じで、ね、赤レンジャー、青レンジャーじゃないけどね。そう本物のハクちゃんとハクに憧れる猫っていうのですごくね、キャラが立って、であと色バランスがいいんでね。ぜひね、このゲームはね、皆さんご存知の通りね、生活そのものを楽しむっていう、単なるね、ボスと戦って正義をなんか示すみたいなのがちょっと違ったゲームなんでね。こういう世界なんかも楽しんでいきたいなと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それではまた。